これより本日の会議を開きます。本日の議事日程はお手元に配布のとおりです。日程第1、会議録署名議員の指名を議題といたします。会議録署名議員は石狩市議会会議規則第81条の規定により、3番山本由美子議員、13番山田俊人議員を指名いたします。この際、諸般の報告をいたします。6月9日に開催されました予算特別委員会および議会広報特別委員会において、政府委員長の選任が行われ、その結果が議長の手元に参りましたので報告をいたします。予算特別委員長に20番日下部克義議員、副委員長に2番阿部由美子議員、議会広報特別委員長に8番金谷聡議員、副委員長に19番青山雄二議員、以上のとおり選任された旨の報告がありました。以上で諸般の報告を終わります。日程第2、代表質問。予定の順序に従い順次質問を許可いたします。はじめに石政会を代表し、19番伊藤和春議員。すいません、もし書いてある18番だよな。失礼します。はい、おはようございます。18番積水会代表伊藤和春でございます。選挙を終えて初めての代表質問でございます。心新たに質問してまいります。明快なるご答弁を求めておきます。はじめに加藤市長には石狩市の輝きをさらにのスローガン、躍動石狩へ7つの柱の公約を掲げられ、再選を果たされました。誠におめでとうございます。これらの公約は市長として引き続いて重責を担う決意でもあり、また市民皆様とも市長が交わした約束でもあると考えます。加藤市長にはその卓越した指導力を遺憾なく発揮され、この公約約束を遂行すべく邁進していただきたいと思います。私も20名の議員の一人として、地域経済の発展と住んでよかった石狩の町づくりを目指し、皆様と共に大いに議論を重ねてまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願いをいたします。それでは質問に移らせていただきます。3年間にわたった新型コロナ感染症との戦いも、感染症法上の位置づけが5月から5類感染症に移行されたことにより、これまでの規制や外出の自粛制限が一部除き解かれ、この議場に置かれていたアクリル板も不必要となるなど、緩やかではありますが、以前の日常に戻るにもう少し時間がかかるにしても、もうちょっとのところまで来ているように思います。そういった明るい兆しもあってか、今般の市長の所信表明はいつにも増して長文で多岐にわたり丁寧に述べられておりましたが、その中でも語り尽くせぬご自身の決意、秘めたる思い、また石狩愛など3点にわたりお伺いをいたします。はじめに2期目の決意について、次に選挙戦を通して感じたことについて、最後にこの4年間に取り組みたい施策についてお伺いをいたします。加藤市長。石政会伊藤和春議員の代表質問にお答えをいたします。はじめに2期目の決意についてでありますが、昨今の我が国経済を取り巻く環境が
厳しさを増していく中において、国際的な原材料価格の上昇や円安の影響など、エネルギー問題を含め、世界的にも景気後退に対する懸念が高まる中にあって、本市において石狩湾振興地域における企業の立地や設備投資に加え、近年は転入人口が転出人口を上回るなどといったことが要因となって、市税収入についても堅調に推移をしているところであります。私自身2期目に向けても、この流れを止めることなく、引き続き力強いまちづくりを進めてまいりたいと存じます。次に、選挙戦を通じての件でありますが、この3年間はコロナ禍によって、残念ながら市民の方と直接会話をする機会に恵まれませんでした。今回の選挙を通じて、多くの方と市政に対する意見を直接聞くことができました。これらの機会を通じて、改めて石狩市は、あふれる市民力や多種多様な企業など大きな財産を無限に抱えている町であることを認識した次第であります。また一方で、厚田や浜松における漁業従事者の住宅の不足の問題、公共交通の空白地におけるデマンド交通などの課題に関しましては、解決に向けた議論を進めるとともにですね、合わせて例えば福祉利用割引券、また子ども医療費の制度についても広範な議論を進めてまいりたいと存じます。最後に、次の4年間にかかる施策についてでありますが、1期目から注力をしております子ども施策につきましては、子ども家庭庁が本年4月に創設をされ、本市におきましても我が国の日本国憲法や児童の権利に関する条約で保障をされている子どもの権利に対する大人たちの認識や理解を深め、未来を担う子どもたちの視点に立ったまちづくりを目指すことを目的とした仮称ではありますが、子どもの権利に関する条例の制定作業に着手をしてまいります。また DX に関しましては、昨年を DX 元年として積極的に進めてきた施策であり、これまでキャッシュレス決済やマイナンバーカードによる代行サービス拡充に取り組んでまいりました。引き続き市民の利便性向上の観点から、ホームページやポータルサイトなどにおきまして、24時間365日手続きができるオンライン市役所を目指してまいりたいと存じます。また、エネルギーに関しましては、先月、再エネ回帰利用法に基づく有望な区域に追加されましたことから、これまで以上に国や各関係者、利害関係者などとしっかり連携し、環境との共生に向けた議論を重ねながら、次のステップに向けての取り組みを進めてまいりたいと存じます。1期目におきましては、企業誘致やエネルギー施策など、多くのことにチャレンジし、着実に実を結んだと感じております。本市のプレゼンスの向上は、市民のふるさとに対する誇りに直結すると考えておりますことから、引き続き、本市の強みを生かした、住んでよかった、住みたいと思われる魅力あるまちづくり、投資したいと思う先駆的な施策の推進に注力し、多くの人が夢を持ち、力を存分に発揮できる環境を創造してまいりたいと存じます。以上であります。18番、伊藤和治議員。それぞれご答弁をいただきました。ありがとうございます。所信表明とダブるような部分もございますので、またこの後、個々に、質問させていただきますこととの答弁ともダブるというようなこともございますので、その部分については割愛させていただきますけれども、今、食料安保が世界で、叫ばれている中、本当に石狩市は豊かな大自然の中で、営まれている第一次産業が提供してくれる新鮮な食材、特に石狩農協とタイアップしてセッティングしたトレの里などの繁盛を見ると、非常にこう都市近郊型農業の典型的な例でないかと。また厚作浜松区における浜の食材の
提供の朝市、それから港の港市とか、そういった部分でもあの盛況を見ると非常に活況を呈しているといったようなことから、この石狩市には本当に豊かなそういった食材、また生産に必要な土地、広大な用地がまだまだこうありますか、ことから今後もしっかりとその辺のことと結びつけて石狩の発展を期していただきたいということを要望しておきます。それから選挙戦でございますけれども、非常に後で後で一般質問でも出るかと思いますが、非常に投票率が悪かったと、この部分については議会もまた執行部の市役所の職員の人方においても非常にこう原因究明といいますか、対応策をこれから検討していかなければならない時期に来るのかなという思いはしておりますので、どうぞ一つそれらについても気をつけて取り組んでいただきたいというふうに思います。またこの先の 4年の施策にわたる施策についてでございますけれども、子どもの権利条約を制定に取り組みたいということをおっしゃっておられます。私も一昨年参議院議員の自見花子先生の子ども家庭庁の政務官をされてた時期ですか、その時期に子ども権利条例のその策定委員会の副委員長が何かされている時に札幌で講演を聞く機会がありました。社会の中で一番弱者と思われるそういった方々を守れないという、この日本という国は本当に情けない国に今なろうとしているんじゃないかというような大変手厳しい講演を聞かせていただきました。本当にそういった意味では率先して行政がしっかりと子どもを守るという、まあ所信表明でもかなりこの部分については力を込めて語られておりますので、それらについても強くこう取り組んでいただくことを要望して、次の質問に移らせていただきたいと思います。次に石狩湾振興地域の未来づくりについてお伺いをいたします。所信表明演説の中でも触れておりますが、データセンターの地方移転についてお尋ねをいたします。脱炭素先行地域については一昨年、再エネの地産地活、脱炭素で地域をデザインのタイトルで石狩市が全国で26箇所しかない地域に第1回目で認定されております。省エネ設備の再生エネルギー施設の導入を国が財源的にも後押しすることとなり、石狩市がこれらの取り組みのトップランナーとして日本を牽引していくこととなります。先般の各社新聞報道にもありますように、国で進めるデータセンターの地方移転や国内立地促進は、データセンターの廃棄物のゼロにするゼロミッション化、レジリエンス、回復力、復元力強化のモデル創出や再エネなど脱炭素電源の導入を促進することとなり、これらに国の予算も注ぎ込まれる方針であります。これまでも日経新聞、地域の力、町のイノベーションに石狩市の再エネでデータセンターの取り組みが紹介されております。本市ではこれまでもすでに進出されておりますさくらインターネットや、また京セラコミュニケーションズもコミュニケーションシステムも建設を計画しており、企業立地においては引き合いも多いと伺っております。今後のデータセンター誘致の戦略についてお伺いをいたします。加藤市長、ただいまのご質問にお答えをいたします。我が国のデータセンターの8割以上は東京圏、大阪圏に集中をしており、自然災害などに対するレジリエンスの強化、
増大するデータセンターの電力需要に対する脱炭素電源の活用の必要性、地方のデジタル化などの観点を踏まえると、データセンターの地方分散というものは今後も推進されていくものと考えております。また、先月、政府は GX 推進法を制定し、10年間で20兆円の GX 経済発行債の発行や CO2 の排出に課金するカーボンプライシングの実施を盛り込むなど、経済政策は一層脱炭素化にシフトしていく情勢であります。こうした中において、本市におきましては、脱炭素先行地域計画において、ゼロエミッション型のデータセンターの誘致を位置づけ、着実に成果を上げてきております。今後の戦略といたしましては、本市が持つ再エネのポテンシャル及び石狩湾振興地域の電力通信インフラを活用し、国内データセンターの第3の中核拠点化に向けた動きを加速化させるとともに、地方におけるデータセンター、データ処理需要の創出、地方のデータセンター運営の自立性や持続可能性の確保に向けた取り組みを官民連携のもと取り進めてまいります。また、先般ラピダス社が提唱いたしました、石狩から苫小牧を結ぶエリアを面的に拠点化する北海道バレー構想をもとに、電力、通信インフラの整備強化、データセンターや国際海底ケーブル陸揚げ局の立地などを通じた中核拠点化を進め、国内外から新たな投資、産業、人材を呼び込み発展する広域的なエコシステムの形成に貢献できる地域づくりを行ってまいりたいと考えております。私から以上です。18番、伊藤和治議員。ご答弁いただきました。現在も頻繁に日本各地で起きている災害、これらに対してこの先本当に発生が予想される大規模自然災害に対して東京圏大阪圏への集中を避け危機の分散化を図るとともに、データセンターの電力需要に対する脱炭素電源の活用の必要性等々を鑑み、本市は脱炭素先行地域計画においてデータセンターの誘致を位置づけしている強みもあり、またここに来て千歳市次世代半導体の生産を計画しているラピダス社が今言われたような広大な構想を発表されております。その北海バレー構想が北海道にとりどういう意味を持つのか、また本市にとってどうなのか、しっかりと検討し取り組んでいただくことを強く要望して次の質問に移らせていただきます。次に本市の財政状況についてお伺いをいたします。本市の財政状況は市税の堅調な伸びの中で各種財政指標も大きく改善しており、今後においてはさまざまな市民サービス、未来に向けた投資の拡大などが期待されるところであります。一方、光熱費の増高や労働力不足を要因とする人件費の増加等に起因する物価高騰などの影響を受け、公共施設等の維持管理費や老朽化対策にかかるコストの増加、社会福祉関係費の増加など各種事業にかかる歳出増も懸念されるところであります。こうした中、町の発展に不可欠な持続可能な安定した財政運営をするため、どのように見通しを持って今後の市政運営に当たるのか、その基本的な考え方をお伺いをいたします。加藤市長。ただいまのご質問にお答えをいたします。市長任期の1期目は令和元年度末から続く新型コロナウイルス感染症の
まん延防止のための各種の対策や、ロシアのウクライナ侵攻をはじめ、世界情勢の影響によるエネルギー、食料品価格など、価格等物価高への対応など、市民生活や地域経済を守るため、平時とは異なる前例のない財政需要に応えつつ、将来世代に過度な負担を残すことのないよう、効果的な事業の選択や極力特定財源を活用することによって、市財政の負担軽減に努めたところであります。一方で、石狩の未来を担う人づくりとして、子育ち、子育て施策に重点的に取り組んできたほか、脱炭素や DX の推進など、本市が将来にわたって持続的に成長していくための基盤整備に向けて必要な投資を戦略的に進めてまいりました。このような取り組みによりまして、実質交際比率や将来負担比率などの各種財政指標は着実に改善されており、また、石狩湾振興地域への企業進出や設備投資が活発に行われたことや、転入人口が転出人口を上回る社会増などによって、市税も堅調に推移し、令和4年度の税収額は過去最高を更新したところであります。しかしながら一方、国際通貨基金が4月に発表した世界経済見通しにおきましては、成長率は令和4年から減速するとされ、国内においても物価高騰の継続など先行きに不透明感が漂っているものと認識をしております。本市におきましても、大雪をはじめ不測の行政課題に迅速、的確に対応するため、やはり財政調整基金の積み立てなど、持続可能な財政基盤の確立を図っておりますが、決して万全と言える状況にはありません。このような中におきまして、今後も複雑、多様化する行政課題に対応し、安定的な財政運営を行うためには、歳入、歳出両面にわたり、財政の健全性確保に向けた取り組みを継続的に行う必要があるものと考えており、市税など自主財源の一層の充実と、交際費など義務的経費の縮減や、公共施設等総合管理計画に基づく私有財産の適正管理など、安定的かつ持続可能な財政運営を進めてまいります。以上であります。18番、伊藤和春議員。ご答弁をいただきました。もう今や世界の動向が石狩の財政に直結していると言っても過言でないというような動きになってきております。市税は近年堅調に維持し推移し、財政指標もしっかりと改善の方向が見られておりますが、まだまだ安心できるところまでは到達しておりません。ご答弁にもありましたが、もう少し基金への積み増しが必要と考えます。一昨日教えて酒太郎を覗いてみると、市のねホームページの中にあります、あれを覗いてみると、財政調整基金とは財源に余裕ある年度に積み立てを行い、大規模災害といった不測の事態に備えておく、その額はおおむね標準財政規模の 10% 程度が適正と言われておりますと、そのように書いておられました。そうするとその額は本市では約17億円が適正水準となりますが、3年度末までには6億円しか積まれておりません。どうしても市税収入の伸びだけが注目されがちですが、歳出の削減の方も大切と考えます。今一度のご努力を求めて次の質問に移らせていただきます。次に高齢者の保険事業と介護事業の一体的な実施について伺います。2020年度より高齢者の保険事業と介護予防の一体的実施という新たな国の制度が始まりました。後期高齢者の医療保険者である後期高齢者医療広域連合
いわゆる広域連合と市町村が協力して、後期高齢者の健康維持、フレイル予防、健康と要介護の間の虚弱な状態に努める、予防に努める新たな仕組みでございます。これまでの行政は保健事業、介護事業等が各々制度、財源に対応して事業を実施し、それぞれ保有する情報や資源が共有されず、包括的な保健サービスを提供しにくい現状にありましたが、2024年度までに全ての市区町村において保健事業と介護事業の一体的な実施が求められております。日本は世界トップレベルの長寿国であり、厚生労働省によると令和元年で平均寿命は男性 81.41 年、女性 75.38 年となっています。しかし、健康上の問題で日常生活が制限されることなく、生活できる期間とされる健康寿命は男性 72.68 年、女性 75.38 年となっております。平均寿命と健康寿命の差は不健康な期間と言えるので、この期間は当然短ければ短いほどよく、いかに短くするかは国の大きな課題の一つでもあります。令和元年におけるこの差は男性で 8.73 年、女性で 12.06 年の広がりがあります。後期高齢者の健康維持、フレイル予防に努める新たな仕組みの取り組み状況についてお伺いをいたします。加藤市長。ただいまのご質問にお答えをいたします。高齢者の保健事業と介護事業の一体的な実施についてでありますが、2020年4月施行の医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部改正によりまして、高齢者のフレイル対策、重症化予防等を目的とした後期高齢者への保険事業につきましては、2024年度までに介護保険の地域支援事業や国民健康保険の保険事業を一体的に実施する旨が規定されたところであります。本市につきましても、成人への生活習慣病予防の指導が、その後の後期高齢者への保険事業、さらにはフレイル対策へと連動する取り組みとなっていないことから、これらを横断的に実施していく新たな枠組みの構築が喫緊の課題となっております。昨年度には、関係所管の職員によるワーキングチームを立ち上げまして、事業開始の2024年度に向け、検診データなどを分析し、健康課題の特定による個別指導のための具体的な指導項目の選定や、集団指導のための通いの場における指導方法や、健康教育の内容など、体制整備の検討を進めてきているところであります。いずれにしても、次年度には速やかに一体的実施が開始できるよう、介護予防につながる効果的な保険事業をこれまで以上に力を入れてまいりたいと考えております。以上であります。18番、伊藤和春議員。ありがとうございます。もうすでに昨年度から来年24年度の事業開始に向けてワーキングチームを立ち上げ、事業開始時に取り組む内容の確認、体制整備の検討を進めていると伺いました。次年度には速やかに一体的実施が開始できるよう取り組み、介護予防につながる効果的な保険事業に力を入れるとあります。ともすれば、今までは増加傾向にあった高齢者を細分化してきた事業の一体化を図ると逆の動きになるわけですから、最初は戸惑いもあるかと思いますが、しっかりと取り組んでいただくことを要望いたします。
私事ですが、今高齢施設に出入りさせていただいております。この3年間ガラス越しの面会もままならず、肌に触れることさえできないままに永遠の別れとなった方々もおられました。非常に残念でした。でもそれが現実の3年間でした。どうぞ高齢者の方々に寄り添った事業開始をしていただくことを強く要望して、次の質問に移らせていただきます。次に洋上における風力発電事業についてお伺いをいたします。私は成長と分配の好循環の鍵は投資と改革だと考えております。そして社会課題を成長のエンジンにすることが今の行政が求められていることだとことでもあります。そして今の社会問題とは何なのか、脱炭素そしてエネルギー問題であると認識しております。原油をはじめとするエネルギー価格の高騰を受けて、日本の企業物価指数は増加の一途をたどっています。国民の生活に多大な影響を与えており、有効な処方箋も見当たりません。日常生活や社会活動を維持していくためには欠かせないエネルギーですが、日本はエネルギー自給率がたった 11.8% と先進国の中でも極めて低い国です。自国にエネルギー資源を持たない国は必然的にこれらを海外からの輸入に頼ることになり、持たざる国日本はあらゆるエネルギー源を組み合わせながら乗り切っていくしか方法はないと考えられています。四方を海に囲まれた日本にとって洋上風力発電は大きなポテンシャル、潜在能力がある再生可能エネルギーであり、再エネの切り札とも言われております。先月国では再エネ海域利用法に基づく促進区域の指定に向け、新たに有望な区域の整理を行い、石狩市が選定されたと承知しておりますが、この背景の今後の進め方、さらには本市の役割についてお伺いをいたします。加藤市長。ただいまのご質問にお答えをいたします。石狩市沖は昨年9月の国の公表におきましては、一定の準備段階に進んでいる区域と整理をされ、次のステップである有望な区域への選定に向け、国から示された系統の確保並びに利害関係者の特定と調整といった課題の解決を図るべく、北海道の青と連携調整し取り組みを進めてきたところであります。このうち系統の確保に関しましては、国において系統暫定確保にかかる事前調査を実施し、系統接続に関しては蓋然性があることから、持続系統を確保できることが見込まれたこと、また利害関係者との調整は石狩湾周辺で操業するすべての漁業協同組合との調整を鋭意進め、有望な区域に選定された後に設立される協議会への参画に合意をいただいたことから、本年3月、北海道から国に情報提供書を提出し、外部有識者により構成される委員会での意見聴取を経て、国におきまして石狩市沖が早期に促進区域に指定できる見込みがあり、より具体的な検討を進めるべき区域である有望な区域として整理をされたところであります。今後につきましては、次のステップである促進区域の指定に向けて、自然的条件が適当であること、漁業や海運業などの先行利用に支障を及ばさないこと、系統接続が適切に確保されることなどの促進区域の要件に関し、国や北海道、関係する自治体、
漁業協同組合などで構成される法定協議会で議論を重ねていくことになりますが、まずは洋上風力発電施設が漁業といかに協調し共生を図っていくかが非常に大事な視点であることから、漁業者からの意見を伺いながら協議会の場で地元自治体としての意見を述べさせていただくとともに、地域住民や自然環境への影響に十分配慮することなど、促進区域の指定に向けた議論を重ねてまいります。以上であります。18番伊藤和春議員。ご答弁いただきました。まず次の段階、次のステップである促進区域の指定に向けていくつかの課題があると伺いました。それらの課題を法定協議会の場でしっかりと議論されて、その解決に向け、また促進区域の指定に向けてご努力いただくことをお願いしておきたいと思います。特に漁業関係者においては生活、なりわいの海です。不安に思う気持ちは陸にいる我々の想像を絶するものがあると考えます。山を豊かに、里も海も豊かにし、快適な生活環境の地域にするためにも、しっかりと協議を重ねていただくよう、地元自治体としてイニシアチブを取っていただくことを強く要望しておきたいと思います。電力、特に再エネは我々の生活に必要不可欠なものです。このことを申し上げて、最後の質問に移らせていただきます。最後に緑園台西地区の土地利用について伺います。本市では3年ほど前から戸建て住宅の建設が多く進んでいると認識をしております。所信表明の中で緑園台地区については西地区の造成が開始されたことから、これに合わせて周囲の土地利用を見直し、さらなる地域の魅力向上につなげるとのことであります。今年の秋から緑園台地区では250画の土地の分譲が始まることを承知しておりますが、これらの区画がすべて分譲され、人が定住すると、500人以上の人口増につながるものと期待をしております。こうした状況を背景に、この地区の土地利用の見直しについて、現在想定されている区域やスケジュール、またどのようなまちづくりをイメージし、土地利用を見直していくのか、見直しの方針についてお伺いをいたします。加藤市長。ただいまのご質問にお答えをいたします。はじめに都市計画変更の対象区域についてでありますが、もみじ山中央通りの西側 10.6 ヘクタールの用地と南もみじ山通りの南側 1.2 ヘクタールのコミュニティセンター用地および旧緑園台浄水場用地を対象としております。次に今後のスケジュールについてでありますが、7月に変更案を作成し都市計画審議会に説明した後、8月に案の縦覧を行い、9月に審議会の議を経て都市計画を変更する予定であります。現時点において、想定しております変更の内容についてでありますが、もみじ山中央通りの西側 10.6 ヘクタールのうち南もみじ山通り沿道につきましては、小規模な日用品販売店舗等が建築可能となり、南もみじ山通りの南側 1.2 ヘクタールのコミュニティセンター用地および旧緑園台浄水場用地につきましては、集会所、保育所はもとよりコンビニやドラッグストアなどの立地が可能となります。これらの変更によりまして、市民生活において利便性の高い施設や
多様なニーズに対応する施設を誘導し、当該地域の住環境の向上を図ろうとするものであります。以上であります。18番、伊藤和治議員。はい、今近くを通りますと、木材の伐採も終わりまして、整地に、整いつつある状況であります。非常に最初はそれほど気になりませんでしたが、近年は木材が繁茂している姿がちょっとふさわしくないかなという親の思いで通過させていただきましたが、いざきれいに整地しますと、やっぱりそれなりに、緑あった方がよかったかなって反省するところでもあります。ご答弁にありましたように、緑園台コミュニティセンターとか、それから集会所、保育所はもとより、コンビニやドラッグストアなども建設予定されているというようなことを伺いますと、新しい町が一つ誕生するんだなという思いになりました。私たちもよくイオンで買い物させていただいてますけれども、あそこと札幌の間が微妙なズレがあるというところに、なんか違和感を覚えた町づくりをしてんだなと思いましたけれども、それはそれでそこに住んでいる人たちにとっては素晴らしい町づくりの一端だったのかなと今改めて感じているところでございます。石狩市がますます発展していかれることを私たちも頑張って協力してまいりたいというふうに考えますので、市長も先頭に立ってどうぞよろしくお願いをいたしたいと思います。以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。以上で積成会18番伊藤和治議員の質問を終わります。暫時休憩いたします。再開はベルを持ってお知らせいたします。